元気だった。俺がお前の何を聞くの。マジで言ってんのそれ。俺のセックスとどっちが好き。先生は私がずっと先生を誘惑していたと気づいていますか。びっくりした。すごく大事な話をしてくれてると思うからちゃんと言うんだけど。ひどい。それでも信じてみる気はある。